オイルシールとは、回転軸における潤滑剤の漏れや異物の混入を防ぐ密封装置の一種。一言で言えば、オイルをシールする機械要素である。オイルシール、外側が固定部分に取り付けられる。断面の白い部分が金属、内側の上部が液風部で、下側が異物侵入防御のダストリップ部形状は、金属リングと合成ゴムを組み合わせた感情のものが、普通。 リップと呼ばれる内側部分が中に入った環状コイルバネに押されて軸表面に弾性的に密着する。通常、機械の摩擦部分には機械を動きやすくするために潤滑油を入れる。その回転、往復またはるかどうする機械の軸周りにオイルシールを装着し、隙間から油が漏れるのを防ぐために用いられる。その時、 完全に油が漏れるのを密封するわけではなく、あえて少しずつ油を漏らすことで機械の動きをより、滑らかにする。また、外部から、埃や土砂が、機械内部へ侵入するのを防ぐ機能もある。油だけでなく、機械に使用される水、薬液、ガス等が、外部に漏れないようにする目的のものもある。環状のオイルシールの内周部の軸との接着部分を、リップ部。 外周部のハウジング穴との接着部分をはめ合い部という。オイルシールをハウジング穴に固定する。同時に、オイルシール外周面とハウジング内面との接触両面からの流体の漏れ、または侵入を防ぐ。主として自動車のエンジン、トランスミッションに使用。車軸やサスペンション、ショックアブソーバーなど自家道部分にも使われている。 乗用車1台あたり60個以上使用されている。他にも、建設機械、工作機械、ロボット、航空機、宇宙航空機、船舶、鉄道車両、農業機械、石油化学プラント、原子力発電プラント、家庭電気製品など、あらゆる分野のおよそ機械と名の付くものすべてに使用されている。ありがとうございます。